12月7日のケリヒメスイーツ。プレチケがあと1枚で2回回せるけども、まだ回さない。で、明日金曜日でまたちょっと更新があるけども、まあ、今やってる1200万ダウンロード記念イベントの更新ってあたりかな。いろいろ限定ステージもありますけども、今日やるのは、旅の思い出もこのイベントのところかもしれないな。こうやって戻ればいいか。メインエリアのここに来て、次が砂漠の3、砂漠の3、火山、砂漠、砂漠の3、ランク1。レッツゴー。1日限定ステージとかは、2回限定ステージとかはもうやっちゃった。一応最近はちゃんと2回入れてるな。1時59分だから昼休みに入れるっていうね。その点はありがたい。ただ前言ったように、0時から12時、その後から23時59分っていう区切りにしてくれた方が、1回目を深夜に入れるから、その方が好みなんだけどな。当たらない。悪魔ホーム打っといた方が良かったな。最初の方のステージだったら範囲も狭いんで、強戦士の範囲でも十分いけるけども、だんだんこうやってね離れてくると、はい、範囲のしっかりあるやつで打たないと、ともしくはホーミングでざっくりと。討伐ボスとかあそこら辺をやって編成をいろいろ変えてるから、ついそのまんまにしてしまって、欲しいキャラがここにいないって感じです。チャリン、あ、乱入だ。ここで乱入しなくてもいいんだけどね。パッパとこなすだけの。そんな日々なんで、あえて乱入はいらない。よくやったわ。褒めてあげるわ。あとは他ね、特にやることないよ。で、早々した報告だけども、明日はないです。明日はハピオアでゲーム実況ゴッドに出演してくるんで。敵編成変えとこ。悪魔ホムと、あと敵が一人だった時用にバンでも入れとこ。余計なのも入ってるけども十分十分。レッツゴー。で、帰りが遅いから、おそらく明日の更新はないかな。うん、土曜日はあるな。日曜日がもしかしたらないかもだな。日曜日の朝3時から7 7時までロマサガ2の公式番組出てるでしょ。で、その後帰ってきて寝て、で夕方から企業さんの忘年会に行ってくるんで、となるとだ、もしかしたら日曜日もないかもか。もう相変わらず別の動画は上がっていますと。ではそろそろさ、12月12で、次の12月12で8周年なのよ、動画投稿が。 YouTube はいつから始めたか知らんので、もう放置です。知りません。余談になるけど、 YouTube はチャンネルだけ作って動画は上げてなかったっていうね、期間もすごく長くあるし、それこそ最初はちょっと上げてた時もニコニコの方の天才防止用に自分でも上げてたって感じだったから、ちゃんと YouTube の動画投稿者として活動し始めてからだと、どんくらいなんだろう、
もっとずっと短いと思う。そのチャンネル自体はね、もう多分10年近くあるんだろうけど、だからそういうの抽出して見るサイトあるじゃん。いつ作成されて平均どんくらい上がっててとか、そこら辺のデータがね不確かになっちゃうんだよね。ちゃんと定期的にずっとやってるならまだしも、そういうそもそもやってない期間もカウントされちゃうから。で、話を戻すと、ニコニコのというか、まあ簡単に言えばあのカータとしての生まれてから8周年ってことね。なんか記念動画とかなんかやるかな。余裕があればかな、スケジュールに。今頼まれのものの動画とかもあるし、そっちもやらないとな。まだ全然手つけてないや。よいしょ。そんな中、何も考えずぼーっと実況して、あっという間の書き出し時間で投稿できるケリヒメスイーツはある意味癒しなのかもしれない。プレイ自体は簡単なのがいいよね。クリアできなくて、ああ全然クリアできない、これじゃあ続きが取れない、更新ができないってなっちゃうパターンがきついからね。でこれで砂漠だよね、砂漠の7をクリア。報酬は弓。次槍が出てるんだっけかな。で金曜日明日の更新で次のもう一つのが出ると思います。よし、じゃあてな感じで今日はここまで。また明後日、明日じゃないからね。明日は多分ないです。